にちは、朝日です。皆さんこんにちは、佐々木朝日の弟です。今日のおやつの時間はですね、おやつ時間で初めてのコラボ動画になります。コラボ、もうかれこれ1年ぐらいですかね、このおやつの時間というのをやってるんですけども、ただ単に私が好きでやってるっていう、このおやつシリーズ、大切だよ、そういうの。そうなんですよ、の提供。すげえ、はい、ありがとうございます。そうなんです、ありがとうございます、超嬉しい。ということで今日ご紹介していきますのが、じゃじゃーん、こちら、ル・オーブン。ル・オーブン、はい、ル・オーブンの冷凍パンを今日はねご紹介していこうと思います。パンね、多分皆さんご存知、パスコのオンライン限定の冷凍パンブランドで、パスコだったらあと超熟とかさ、はい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 、食パンですごいもうおなじみのブランドでございますよ。ありますね。今回はね、ル・オーブンのプチセットというのをねお取り寄せしてまいりました。はい、ということで早速中見ていきましょう。はい、開けてみよう。はい、せーの、オープン。バーン、ババーン。お手紙付きでございます。お手紙付きです。せーの、じゃじゃーん。おお、美味しそう。すごくない？全部で5種類のパンが入っております。はい、じゃあ一つずつご紹介していくよ。豆乳のプチブール。豆乳のパン、豆乳パン、うまそう。うまそうよね。うん、オリーブのプチブール。うん、オリーブの実がほらゴロゴロって入ってるの分かる？フィグのプチブール、だからあのイチジクのちょっと甘みがある感じのパンですね。はいはいはい。そしてね、これちょっと面白いなって思ったところなんだけど、なんとじゃーん、おー、フランスパン入ってんの。やば、やばくない？で、もう一つ入ってたのが、まだあるんですか？あるの。これも結構大きい子。何それ？じゃーん、何それ？くるみとレーズンのカンパーニュ。はい、そうです。うまそう。美味しそうでしょ。ちょっとこの固めの、はいはいはい、あのフランスパンに似たような感じのもので、これのいいところは解凍せずにそのままオーブンで焼いたらすぐ食べれる。あ、そうなんだ。そう。めっちゃいいじゃん。あの解凍する時間がさ、めんどかったりするじゃん。難しい。だってここにも書いてありますもん。この解凍する必要はありません。あなたはただ冷凍されたままのパンをオーブントースターに入れてフィニッシュの焼き上げをするだけです。私はこのプチセットっていうのを買ったけど、こういうねルオーブンのパンセットっていうのとかもあって、うん、これにはそのバケットがね2本入ってたりとか、今回入っていないものも入ってたりするわけですよ。うん、結構たっぷりでしょ、ボリューム。これやばくない？こんな感じで。何そのうまそうな写真たち。やっぱフランスパンってさ、こう相性がいいじゃん。何かと食事にもさ、うんうん、いいしさ、甘いものにもいいしさ、みたいな感じになってるわけですよ。ほらほら、こういうね、めっちゃいいじゃん。今日こういう感じでやりたいなと思ったこれこれできたら最強だよ。最強でしょ。はい、では早速ね、今日はね目の前で焼いていきたいと思います。でね、全部それぞれの後ろにどういう風に焼くっていうのが書いてあるんですよ。うん、あ、そうなの。凍ったまま、まずオーブンに入れまして、うん、アルミホイルをパンの下に引き、さらにパンの上からそっとかける。あ、だから包み込むんだ。こうやって焼くんだ。で、この丸っこちゃんたちはですね、多分全部、あ、違う、オーブントースターで1000ワットで2分間焼いた後に5分余熱で温める。じゃあこれはこれ一緒でしょ。開封の儀を行っていいですか？開封の儀いいよ。はい、じゃあバケット、バケットからいきます。どう返して。あ、パン、あ、パン、おいしい。おー、すごくない？時間差でこれを入れようと思うから、はい、とりあえずスターティング、スターティング、1000ワットで、ああ大変大変。アルミホイルをかける。そうだよそうだよそうだよ。ふわっと4分スタート。あ、間違えた。え、間違えた。4分だよ。この子が5分だったから、これ先。ああ、そういうことね。じゃあ開けるよ。開いてますいつの間に。なんか
あ、甘い匂いがする。あー、これ絶対好き。うん、ちょっと時間差で5分入れて、いきたいと思う。うん、これ5分でまずセットして、で1分後にこいつを入れ、そうそうそう、ね、スターティン。あ、カチカチ言ってる。楽しいな。どうやって食べていく、1個ずつ食べていくか、全部とりあえず焼くか迷う。いや、とりあえず焼いて並べたい。迷うよね、私は迷うよね。もうそうするとどんどんさ冷めてくじゃん。あ、1分よし。あ、いい感じで温まってるんで、これでうんフランスパンも4分焼きます。じゃあね、パンをね焼くのを待っている間に、フランスパンと一番合うものわかる？もう手に持ってるオリーブオイル、アヒージョ作ろうと思って。あ、いいね。題してエビと春菊のみぞれアヒージョを作っていきたいと思います。おー、じゃあまず、オリーブオイルたっぷりと入れていただいて、ニンニク、はい、お好きなだけどんどこさんと入れてってください。魚の爪も自分の好きな量、はい、入れていきます。これ、ん、何の音、焼けた、しら、うわ、うまそう、うわ、いい香り、めっちゃうまそう、いいやん、いいやん、いいやん。好きなだけ泳がせていって、味付けは塩のみに今回はします。たっぷりめに入れると美味しいです。最後これに大根おろし、めっちゃいいじゃん、合うのよ、オイルにしかも。うわー、春菊、春菊たっぷりのせたら完成です。素晴らしい。ということでパンもちょうど出来上がりましたので出していきたいと思います。オープン。美味しそうじゃない。フィグのいい香り。さらにやっぱり焼いた方が香りが立つね。うん、豆乳とオリーブが、2分焼いた後、5分余熱なので、うん、じゃあこちらも2分でタイマーかけて焼いていきます。はい、頑張れよ。じゃーん。ということで今日はいろいろなアイテムを、すごくない？すごいよ。頑張っちゃった。これがさっき作ったエビと春菊のみぞれアヒージョです。はい、でハムはまあスーパーで買ってきたママなんだけど、はい、ママのものね、チーズもね、チーズも買ってきた、はい、でこの2つ作ってみました。ドライフルーツのクリームチーズ、うん、あとねブラックペッパーが入ってるんでちょっとピリッとした感じの味付け、いい、ね、でこれはクリームチーズに、蜂蜜を練り込んで、もうそれだけ。こんな感じで今日はいろんな味付けでパンを楽しめるようにしました。最高じゃない？ちょっとグッドタイミングすぎない？うん、この子たちもできちゃったの？できた。いいじゃん、いいじゃん。ちょっといろんな味食べれますよ、すご、早速パン屋です。パン屋いきますよ、せーの、うぅ、うぅ、ほら、うぅ、うわ、中めっちゃしっとり、ふわふわ、周りパリパリ、食べやすいように。うわー、これは贅沢やで。じゃあこの豆乳も切ってみようかな。豆乳ね、うん、うまそうだよね。うわー、柔らかくね、柔らかい、うわ、うまそう。この気泡がなんか良くね。あ、バケットよりもね、もっちもち感、あ、柔らかい、しとって感じ。楽しみにしてるこのフィグ、フィグこれも柔らかい、いきょ、うわー、あ、フィグがいるじゃん。ちょっと生地があれだね、なんていうんだ、色が違う、うん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 、ちょっとグレ、あのブラウンっぽい感じのね、うん、オリーブもいくよ、はい、あ、いいね、あ、粒がいる、いるいるいる、オリーブ、うん、うわー、これも柔らか、バケツそのまま食べた、あ、確かに、うわ、美味しそう。いただきます。する。うま。噛めば噛むほど小麦の味がするっていうか、小麦の甘みを感じる。何もつけなくてもいい。いや、私も思った。こんなに必要なかった。うわ、美味しそうや。いやいやいや。ちょっとタレをもうちょっと。うん、いやいやいや。どう？
た。味平気？うまー。いただきます。あ、おいちおいちこの、これ、これいってみようかな。あ、いいんじゃない？これね、うん、のせました。今回はですね、ブルーベリーとクランベリーのドライフルーツ、いただきます。ね、私すごい。グッジョブ。グッジョブすぎる。胡椒がいい感じで効いてる。美味しくない？じゃあ私こっち行っていいですか？この。あ、行くの？ちびっこちゃんたちの豆乳から。うん、うんうん。あ、どう？甘い？うま。いや、めっちゃ美味しい。あ、うま。甘い。無難にバター。いや、私も思ったの。これバターだよね。うん、うまっ。おいしい。ピグも言っていい？私ピグ結構気になってたの。わかるかな。ちゃんとこのピグのさ、種の部分とかもパンのところに練り込まれてて。あ、匂いする。うわどうしたどうした。うまっ、おいしい、これ。ピグのつぶつぶ感が噛んでるとあるし、噛めば噛むほどこれこそ甘い。うん、うまい。これ何が合うんだろう。リンゴジャムとかどう？あ、いいね。絶対合うと思う。あはは、うまっ。なんじゃこれ、めっちゃ美味しいじゃん、うん、じゃあ次このオリーブ割るよ。えい。うわー、美味しそう。いただきます。あ、もう香りがオリーブだもん。うん、うん、これは今までのやつよりも塩味も感じられて、あ、美味しい。美味しい。このままでもいいし、うん、オリーブオイル垂らそう。あ、オリーブパンにオリーブ。これ絶対美味しい。ただ単に冷たいオリーブオイルで味が違うから。うん、全然違う。でしょ？あ、はあ、覚醒した今。オリーブの香りがやばい。いや、私たちすごい贅沢なことしてるよ。うん。一回で全部食べきろうとしてるからね。あ、あ、できたんじゃない？いい？はい。最後の子、うん、見てくよ。じゃじゃーん。おお。切ってみるよ。うわあ。パン屋さんの香りがするもん。じゃじゃーん。おお。うわ、たっぷり。すごい。え、すごくない？うわ、どこ切ってもすごい。ゴロゴロ出てくる、ほら。おお。これは美味しいぜ。ということで最後食べていきましょうか。これはもうこのままだよ。いや、このままだよ、うん、あー、いい香り。レーズンパン俺大好きだもん。うわー、いただきます。いただきます。うん、うん、パリパリふわふわもっちもち。牛乳とも、あ、牛乳飲む？牛乳飲むよ、牛乳飲む。牛乳あんの？あー、おはよう。合う。なんかね、いろいろ用意したんだけど、いや、結果こんないらなかったかもっていうぐらい素材が美味しいことに驚いてる。うん、確かに。ただ国産の小麦だけを使用して低温でじっくり時間をかけてゆっくり発酵させてるんだって。パンをこねて焼いて冷凍するまでの過程で3日間かけて作ってるんだって、この一つのパンを。すごっ。すごくない？感謝。で、低温で発酵させると生地の中に糖が多く残るから、だから甘みとこの旨みが増すんだって。ちゃんとこの自分の石窯で焼いてるっていうのも美味しさの秘訣らしいですね。ということで、美味しくプチセットいただいたわけなんですけれども、なんとですね、今ならこのプチセットセール期間中でございます。そうなの。2020年の4月の30日までに購入していただくと、うん、プチセット通常2916円が1980円税込み。1000円少なったの？買えちゃうの。すごい。これだけの量買えるんだよ、2000円弱で。うん、すごくない？なんとですね、この動画を見てくださった方で、うん、今回
私が買ったね、うん、プチセット以外の商品を買う場合は500円分のクーポンプレゼントっていうのもやってるんです。他の商品も安く買えるの。うん、すごくない？伝わる？伝わる？何？朝日さんの見ましたって言えばってこと？うんと、クーポンコードを入れてもらうと500円引きになる。あ、なるほどね。そう、ラッキーラッキー、すごいでしょ。で、クーポンコードはこちらローマ字で佐々木朝日と入れてもらうだけですごっ500円安くなるから4000円のパンセットとかも500円引きになったりするからお得だと思うよ。佐々木ひろむって言ったらダメなの？あのエラーですって言う誰そいつ誰そいつって言われちゃうから。この美味しさ分かっちゃいましょう。本当に美味しかったからなんかどうしようって感じ、うん、なんで、なんでこんな早く食べちゃったんだろうもっとゆっくり食べたかった爆食いだったよ爆食いしたということで、また次のおやつ時間でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。